ワクチン接種を加速するため、東京都は救急救命士を対象にした接種の実技研修会を開きました。今日から8日間行われるこの研修会では、東京消防庁の救急救命士およそ80人が参加し、模型の腕を使って針を刺す位置や深さなどを民間の看護師から学びました。ワクチン接種希望されている方たくさんいらっしゃると思います。その方に一日でも早く、ワクチン投与進むようにしっかり協力していきたいと思っております。今月末頃から接種の担い手が少ない東京都が運営する大規模接種会場などに派遣され接種を行っていくということです。